はい、おはようございます。今朝の閣議におきまして法務省案件として中小に対する答弁書が1件ありました。続いて私から3件報告がございます。1件目は外国人材の受け入れ強制に関する関係閣僚会議についてです。本日関係閣僚会議において外国人との共生社会の実現に向けたロードマップを新たに策定するとともに外国人材の受け入れ強制のための総合的対応策を改定いたしました。ロードマップは我が国の目指すべき外国人との共生社会の3つのビジョン、その実現に向けて中長期的に取り組むべき4つの重点事項および具体的施策等を示したものです。また今般改定した総合的対応策にはロードマップを踏まえて単年度に取り組む施策のほか共生社会の実現のために必要な施策が盛り込まれています。法務省としては総合調整機能を発揮しながら関係省庁とともにこのロードマップおよび総合的対応策に基づき、総合的対応策に基づき外国人との共生社会の実現に向けた取り組みを着実に進めてまいります。2件目は政務官の駐日ブラジル大使館訪問についてです。我が国の国籍法は重国籍者について一定の期限までにいずれかの国籍を選択しなければならないとする国籍選択義務を定めています。法務省としてもどのような場合に重国籍となるのかや国籍選択義務のあることについて広く周知していくことが重要と考えています。昨日その周知活動の一環として加田法務大臣政務官が駐日ブラジル大使館のサボイア大使を訪問し国籍選択義務に関するリーフレットの備え付けや来館者への周知についての協力を依頼しました。今後も他の国の大使館や領事館への同様の依頼等を通じて広く周知を図ってまいります。3件目は長崎刑務所で実施する長崎モデル事業についてです。本日長崎刑務所は知的障害等を有する受刑者に対する処遇支援のモデル事業を実施するため長崎県諫早市に所在する社会福祉法人南港愛林会と業務委託契約を締結します。このモデル事業は知的障害等を有する受刑者の再犯を防ぐため障害者等の支援に取り組む民間団体の協力を得て在所中から出所後までその特性を踏まえた一貫性のある息の長い処遇支援を行うものであり本年中に同法人の知見ノウハウを生かした処遇支援を開始する予定です。今後このモデル事業の効果検証を行いその結果等も踏まえさらなる展開を検討してまいります。私からは以上です。それでは質問に移らせていただきます。幹事社の方からお願いします。幹事社東京新聞奥村です。よろしくお願いします。今ほど外国人材の受け入れ強制に関する関係閣僚会議にて外国人との共生社会の実現に向けたロードマップの策定と総合的対応策の改定がなされたとお話がありました。改めて具体的にどのような施策に取り組まれていくおつもりか今後の展望について大臣の所見をお願いいたします。はい、まずロードマップについては令和3年11月に有識者会議から提出された意見書を踏まえて令和8年度までの5年間に実施すべき課題、施策のスケジュール、施策をスケジュール感と合わせて示したものであります。ロードマップでは、目指すべき外国人との共生社会のビジョンと、その実現に向けて中長期的に取り組むべき重点事項を掲げ、今後、どのような共生社会を目指していくかを示したことに大きな意義があると考えています。また、総合的対応策につきましては、平成30年12月に策定したものを毎年改定してきたところですけれども今回はロードマップの内容を踏まえて4回目の改定を行ったものです。今般ロードマップおよび総合的対応策に新たに盛り込んだ法務省の主な施策としましては生活オリエンテーションの実施、外国人総合支援コーディネーター、これは仮称ですけれどもこのコーディネーター制度の創設、マイナンバー制度を活用した共生社会の実現などがあります。法務省としてはこれらの施策を着実に取り組むとともに関係省庁や自治体とともにロードマップ及び総合的対応策全体をしっかりと推進し外国人との共生社会の実現という
時代の要請に応えていきたいというふうに考えています。それではその他ご質問ございましたら挙手をお願いいたします。時事通信さんお願いします。すみません、時事通信の篠間です。昨日参院本会議で改正刑法が成立しました。これについては大臣の受け止めと、それから公金刑と侮辱罪、それぞれ今後実際の運用に向けてどのように取り組んでいくか教えてください。今回の刑法改正はですね、罪を犯した者の改善更生再犯防止を図るため、施設内社会内処遇をより一層充実させる法整備、それから、侮辱行為の抑止および悪質な侮辱行為への厳正な対処を可能とする侮辱罪の法定刑の引き上げ、という刑事法における喫緊の課題に対処しようとするものであります。新たな被害者を生まない安全安心な社会を実現するために重要な意義を有しているというふうに認識をしております。で、この改正法を審議の過程においてですね、いただきましたさまざまなご意見やご指摘というのは真摯に受け止めたいと考えています。改正法の趣旨や内容、これらを広く国民の皆様にご理解いただけるようですね、先日も申し上げましたけれども、分かりやすい Q&A を法務省ホームページに公開するなどをしてですね、丁寧な説明に努めていきたいと思っております。また付帯決議にも織り込まれましたけれども、織り込まれているところですけれども、捜査機関に対しましてですね、この今回の改正の趣旨ですとか現行犯逮捕の考え方について、これは周知するよう努めていきたいというふうに考えています。その他ございましたらお願いします。東京新聞の定義さん、東京望月です。先週 の金曜日の夕刊で東京新聞で書かせてはいただいているんですが、先ほど言った共生社会の実現ということを再三繰り返されてございます。しかし例えば夫に在留資格がなく、生活を送れないというような日本人女性の方たちが、仮放免者の夫の在留資格を求める日本人配偶者の会というのを1年以上前に結成されて、もう1年が過ぎました。で、入管に対しては再三にわたってですね、仮放免の夫の在留資格を認めてほしいと訴えているんですが、うち2人、直美さんという方はですね、例えば2005年以降17年間にわたって交際を続け、結婚してからもう6年が経っております。で、入管庁はあなたたちは偽装結婚ではないというのは十分わかっていると言いつつ、配偶者ビザというものを認めておりません。またガーナの男性と結婚した仮名の陽子さんという団体職員の方に対しても、6年結婚して時間が経っているにもかかわらず配偶者ビザが認められていません。で、再三適法かどうか、違反している方にはきちんと対応してもらうということをおっしゃってますが、こういう方たちいずれもですね、過去の政府の中では、配偶者ビザというものが仮放免状態でも出ている方たちがたくさん出ていたという過去もあります。なので法的な根拠というのは非常に乏しい中で、この6年以上にもわたって結婚しているのに配偶者ビザを認めない、で、労働資格も与えられないまま、一人の方はもう今うつ状態を発症していらっしゃいますし、泣く泣くガーナに帰国させた方に対してはですね、早くも非常に入管での態度が良かったので、一回帰国したら、早く戻してあげるよと言いつつも、今3回にわたってその帰国のビザの申請が却下されています。で、こういった人たちに対してどう対応すべきかですね、かつて元入管職員だった、木下洋一さんという方がこう言ってます。家族の形態が非常に多様化している中で、入管がかつてのような純血主義、これに固執しているあまり、やはり許可が出せなくなっているのではないか、強制送還というものを優先しているあまりに今家族をバラバラにしてしまうことは、日本人の配偶者やその家族など日本人の利益をも大きく損なっている可能性があるということを、入管はやはり意識して対応すべきだと、厳しく指摘されています。で、こういった仮放免の夫の在留資格を認めてほしいという妻たちの会があります。こういった方々たちに対してですね、どういった姿勢で臨まれたいと思うのか、大臣の見解をお聞かせいただけますか。はい、まず今ご質問の中でですね、記者がいろいろ言及されました事実関係については、あくまでもそれは記者ご自身の見解だということで受け止めさせていただきます。その上でお答えをいたしますけれども、
かねて申し上げておりますように、個別案件についてのコメントはこの差し控えたいと思っております。ただ一般論としてお答えをさせていただくならばですね、特別在留特別許可のこの拒否の判断というのはですね、個々の事案ごとに在留を希望する理由、あるいはそのご指摘のような日本人配偶者がいる事情なども含めたかな、この家族関係ですね、それから人道的な配慮の必要性など諸般の事情を総合的に勘案して、個別の事案ごとに適切に判断をしてきております。またそのビザの話がございましたから けれども、これも一般論として申し上げますと、入管法第5条に定めます上陸拒否事由の該当者につきましては、原則として上陸を許可できないのでございますが、個々の事案ごとに入国目的、家族関係、人道的な配慮の必要性など諸般の事情を総合的に勘案し、特別に上陸を許可すべき事情がある場合には在留資格認定証明書を交付してきております。次の予定ありますので、1問目ありがとうございます。 IWJ さん。IWJ の木原です。よろしくお願いします。先ほどの技術審査の質問と関連してちょっと改めて伺いたいんですけれども、昨日可決した規定法改正についてなんですが、法案審議過程で野党から、名誉毀損や、侮辱をめぐる争いは当事者間の民事手続きで解決を目指す動きが世界の主流であり、国連の自由権規約委員会も侮辱罪などを犯罪対象から外すことを提起し、刑罰を科す場合でも身体拘束するのは適切ではないとする見解を示しているといった指摘や、拘禁刑は国連のマンデラルールに逆行するといった指摘がありました。法改正は可決成立しましたが、これにより日本は死刑制度の存続、人質使用法への批判に加えて、さらに国際的に人権感覚に問題のある国と見られる傾向が強まるという懸念について、古川大臣のお考えをお聞かせください。それは今のご質問というのは死刑制度に関してのご質問。いやいや、昨日可決した刑法改正 の、公金でとかですね、要するにそういう全体に関してということですけれども、すみません、ちょっとご質問の趣旨がちょっとつかめないんですが、刑法改正案が、はい、に対する受け止めですか。そうです、昨日の、刑法改正改正刑法に関してですね、この内容の改正の内容が先ほどの申し上げた死刑制度の存続とか人質司法の批判に加えて、さらに国際的に人権感覚に問題のある国と見られる傾向が強まるのではないかというふうに、懸念されているんですけれども、これに関してお考えをいただきたいということですけれども。いやいや、そのようには認識しておりません。それでは、今日の会見は以上とさせていただきます。ありがとうございます。ありがとうございました。